ばんは。お疲れ様です。前髪だけ巻こうか。ちょっと前髪、ちょっと。こんばんは。暑い。今日の東京は暑い？私は今日は外に出ておりません。あ、めちゃくちゃ暑かった。え、なんかさ、いつか、なんか昨日と一昨日だけみたいな聞いたけど、今日も暑いんだ結局。なんか東京暑いのは昨日と一昨日がとか言ってたけど、誰か言ってたような気がしたけど、今日も暑かったんですね。結局暑い、コートいらない。ひなもやっと昨日からあの上着なし生活、上着はあるけど、あのダウンやめました。さすがにダウンはもうね、場違い。明日も暑い。そうなんだ。結局まだまだっていうか、もう寒くはなんないっていうことでいいのかな、それって。寒くはなんないのかな。ふう。こんばんは。暑いですね、本当に。暑い。こんばんは。暖房ももういらないね、本当に。そう、もう暖房もいらない。もう気づいたら冷房の季節に、なりますね、本当に。こんばんは。アンドゥさん、わあ、好きですか。ありがとうございます。大変大変大変。
変大変大変。なんか最近前髪の調子がとても悪いですね。はい。前髪の調子きっと これでよし。こんばんは。久しぶりに名古屋行くことにする。皆さん見てくださいましたか？ツイッターのあの動画を見ていただけたでしょうか。なんと名古屋で無料ライブを行います。それでね、100人動員できなかったらしばらく名古屋には行きませんという企画なんですよ皆さん。これは100人動員しないと私たち名古屋に行けないんです。なので皆さんどうか、4月の7日なんですけど来ていただけませんでしょうか。無料です。無料です。無料でございます。休み取るか、本当いいんですか。わーお、ギフト頑張れ、ギフト安藤さんありがとうございます。もし予定が、まあね、皆さんすごい自分の予定とかって忙しいと思うんですけど、もし予定が合いそうだったりしたらぜひ来ていただけたら嬉しいです。頑張りたいね、これは。うん。こんばんは。よろしくお願いします。皆さんどうか。あれ血色ないね今日。チークのチーク、顔に血色がなく見える。絶対行きたい、嬉しい。朝一番台で検診受けて終わったら直行する。え、来てくれるんですか。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。
ゆうさんクッキーありがとうございます。ゆうたさんハートありがとうございます。皆さんぜひ予定がありましたら来てくださったら嬉しいです。はい、そんな感じですね。まあでも今日はちょっと、そうだね、それも頑張りたいし、なんか昨日のね、あのイベントが今終わったばっかりで、その終わったばっかりだからこそ、なんか引き続き今頑張っていきたいなっていう気持ちがすごいあるので、東京キュートキュートをもっと知っていただけるように、昨日のね、総選挙が終わりまして、いや本当にたくさんの方が、すごいうるさいね、ごめんね、窓開けてると、うるさいですよねうるさいですか、すごいね、車の音とかみたいな、あ、そんな気になんない、髪の毛がパサパサなんだけど、昨日の総選挙が終わって、もう本当に改めてなんですけど、たくさんの方が応援してくださって、本当にいいな、もう本当にこの3日間ファンの皆さんの全ての応援が嬉しすぎて、なんかもう初日で泣いてたしね初日で泣いてたし、もうそんぐらいなんか結構常に泣きそうなイベントでした。なんかこう本当に想像以上にたくさんの方がなんか拡散してくださったり応援してくださったりしてくださって、私推しじゃない方も、私の推しの方が拡散してくださったおかげで、推しじゃなくてもひちゃんが頑張ってますっていうツイートしてくださったりとか本当に本当に嬉しかったです。すごく、そうだから、なんかこんなにたくさんの方が応援してくださったからこそ勝ちたいっていう気持ちが本当にあったんですけど、やっぱりね、すごいなかなか難しかって負けてはしまったけど、なんかそれよりもその結果よりも大きいな結果をなんか出せた、なんていうの、その結果以上のものがゲットできたかなって思ってます、このイベントで。ゲットっていうか、なんていうのその結果が以上の何かそう、得たもの、そう、それ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 、その結果以上に得たものがあったなって、このイベントを通してすごい思いますねうん、まあ、昨日も言ったけど、そのやっぱり私はね、本当に皆さんに、皆さんに手を借りる状態になってしまって、もうわーって感じなんだけど、そのみんなが本当に団結というか、一人一人が一人一人が頑張ってくださってっていうので、本当に団結力は一番だなって昨日の配信でも言ったんだけど、本当に思いました、絶対に拡散してくれた人の量、拡散してくれた数、投稿の数だったりは絶対に一番だったと思うし、みんなのおかげで、
だからそういう意味ではもう私のファンの皆さんが1位だなって思います。そう、結果は1位になれなかったけど、ヤヒコファンの皆さんがもうこのイベントで1位だったかと、もう本当にありがとうございました。本当に本当にありがとう。だから、なんか ミスイベントの時も頑張って応援してくれる人の数じゃ一番だ。そうですね。ミスイベントの時も応援してくれた方の数だったりはあの時一番だったので、本当にそういう意味でもなんかこういうイベントごとの団結力は、どんな結果になってもやっぱり私のファンの方が一番なんじゃないでしょうか。本当に そう思います。だからねだからそのだからっていうかだからではないけど、でも本当に悔しくて、悔しいですね本当にもうその収穫っていうか、もうそれは一番だって、そこに1位2位3位順位がつくわけじゃないけど、絶対にもうそれはもうてね、一番だったなって自信がある。いや私はただやっていただいてる身だから、なんか本当にありがとうって気持ちなんだけどだからねだからでもだからこそ、その次またこういうイベントがあったりした時は絶対1位になりたいし、自分にはまあまだまだ足りないところとかもこのイベントを通して、ね、分かったから、もっとファンの方も増やしていけるように頑張りたいなと思ってます。すごく、だからね、ひなね決めたんです。1位になれなかったけど、こうなったらではないけど、私、公約で写真集出したいって言ってたんですけど、1位になれなかったから1位になれなかったからあれなんだけど、言おうと思います。言うだけただなんで言うだけただなんで、あのもうたくさん、頑張ってあれしますから、どうか検討お願いしますと言いたいと思います。それでね、できなくても言うだけただだし、言うだけただっていうか、やりたいってことを伝えるだけでもうそれは私にとって成長だと思うので、今までの活動で私はやりたいことをあまり言えなかった大人の方に、それもすごく後悔してて自分の悪いことなので、言ってみるだけっていうか、そのもしそれで今回できなくても、それを目標に頑張っていきますっていうのを
伝えるだけでもやっぱり違うかなって思ってるので、伝えないからには何も始まらないからね。それは本当に分かっていること。そう。鼻かゆ。そう、やっぱりそのできるかできないかは置いとってさ、そのやりたいっていうことだけでも知ってもらってたらさ、そういう仕事が来た時に、ああ誰にこの仕事渡そうって思った時に、私がやりたいって言ってた、じゃあヤヒコにしようかって、もし私がやりたいって言ってなかったら、そうも考えてくれない、そう考えるあれもないじゃないですか。だからやっぱりやりたいことはやっぱり伝えていったり口に出していかないかなって、私がやりたいことだったりしたいことを口に出すのが本当に苦手、まあみんな知ってると思うけど、本当に、まあ今までも今も苦手なんだけど、でもやっぱり、言い続けることが大事かなって。叶う叶わないは別として、いつかは叶えられるように。ピンクモンモンさん、ミラーボールありがとうございます。タコもありがとうございます。そうだから本当に、だから、たくさん頑張って、あのファンの方とかも増やして、東京キュートキュートをたくさんの方に知ってもらって、なんかこれは出してあげてもいいかなって思ってもらえるぐらい、写真集出してあげてもいいなって思ってもらえるぐらい、その努力し続け、言ってるからね、それを目標としてるんだから、じゃあそうなれるように日々動いていきたいなって思います。本当にね、もう本当に本当にこの総選挙で、その私たちっていうのは、まあ、私は別に何もやってないけど、私のファンの方の強みっていうかをすごいアピールできたと思うんですね、皆さんが頑張ってくださったおかげで。で、私の弱いところも私が私で改めて気づいた。だからどうしていくかっていうことですよね。
こんばんは。うん。ひなちゃんが頑張っていたからみんな協力してくれた、ありがとう。本当にひなはもうみんながいてくれるおかげで頑張れる。すごいなんかうんうんね、みんなのおかげで頑張れてるなって思う。みんなのおかげでなんていうんだろう、やりたいことしたいことも増えていくし、夢も増えていくし、なんか頑張りたいって思えるし、何弱気になってんだ。全く弱気になってないですよ今。逆逆逆、とっても逆。今ねめっちゃ逆方向です。とっても弱気になっていないですね、みんな今燃えてんだよ頑張んないとって、次そういうイベントがあった時にはもうダントツで自分が1位になれるぐらい、もう東京キュートキュート全員が1位になるぐらい。ピンクモンモンさん、トートイギフトありがとうございます。次は 100% トローナ、トローナ100% はすごいけど、うん、でも次はもう 100% 取るレベルで、もうみんなみんながもうね、虜になっちゃうぐらいそうですね、だから本当に応援してくださった全ての方に感謝ですし、本当にこうもう私がね、もうなんか7時間配信したりとか、多分3日合わせたらもう何時間ぐらい配信、何十時間配信したか分かんないぐらい配信してて、もうみんなの睡眠時間とかも削ってしまったりしたんですけど、本当にたくさんの応援をありがとうございました、改めて。うん。本当にそれがもう今回得た結果が、マジで1位にはなれなかったけど、1位っていう結果、1位っていうね結果は残すことができなかったけど、いやまずまあっていうか2位の時点で私的にはもう本当にもう恐れ多いと言いますか、本当に皆さんのおかげでここまで来れた時点でもう私はもうほんとすごいことだと思う。感謝の気持ちでいっぱいだけど、本当にこのみんなが頑張ってくださったそのものとかが今回の結果だなって思います。
もう1位、もう1位、ある意味1位いや1位でしょ、これはもうどう考えてもね、1位だよね。うん、総選挙の結果は1位じゃなかったけど、総選挙の結果は1位じゃなかったけど、これはもう1位でしょ、どう考えても。これはもう私たち1位でしょ、私はもう私たちというか、もう皆様が1位です。私たち1位です、私たちじゃない、皆さんが1位1位です。みんなありがとう、本当に本当にありがとう。うん、1位です。ファンの皆さんが一番1位、優勝おめでとう、おめでとうありがとうございました、本当に皆さん1位です、優勝です。ヤヒコファンの皆さんが優勝でございます、本当にありがとうございました。おささん、拍手のゲットありがとうございます。間違いないです、はい、間違いないです。うん、ぜひもおめでとう、いやいや、ありがとうございます、本当に皆さんのおかげです、本当ここまで来れたのは。うん、優勝したのなんてビンゴ以来です、よかった、1位だよ、優勝だよ。いつもありがとう、ギフトありがとうございます。 K1 さん、アンドゥさんもありがとう、ギフトありがとう、カナリーさん、花束ありがとうございます。うん、本当に1位、ビンゴはよく優勝したな。ビンゴね。ビンゴね。ビンゴいいですね。ビンゴいいですね。うん。なんか足が筋肉痛になった、ピンクモンモンさん、星ありがとうございますね。まあそしてその今回、まあ、その事務所のあのアイドルの皆さんと戦わせていただいてね、まあ最終決戦、最終決戦、最終決戦決戦では水木さん、水木ちゃん、萌葉さんと水木ちゃん3人でねの戦いだったんですけど、本当にもうなんだろう、いやもう頑張んないとなって思いました。すごいなんて言うんだろう、尊敬の気持ちと言いますか、もっとなんて言うんですかね、やっぱりすごいなって思いました、すごく。
だからね、もっともっと頑張って、もっと頑張って、もっともっと頑張って、自分も大きくなれるように、なんかファンの皆さんの自慢の推しメンに誇りになれるように頑張っていきたいなって思います。今日のメイク何か忘れてるなって思ってたら、思ってたんですよ、実は。急に関係ない話です。どこへ行ったんだろうか。神隠しに言われた。あった。なんか今日のメイク何か足りないよなと思ってたら見つけました。なんか顔違うなって。いやでもそんな変わんないんだけど、結局これを塗ったところで別に何か変わるわけではないけど、あーでもやっぱ私にとってこれは大事な、とっても大事な要素だです。やっぱこれがないとね、はい。これ大事だな。なんか今日なんか塗り忘れたんだよなって思ってた。なんか今日のメイク時間いつもと1分違うなって思ってた。変わった？いや、あんま変わってはないし、でも気持ち的にさ、やってるかやってないかがとても大事なんですよ、私には。気持ち的にね。気持ち的にやっぱりさ、それをやってることでね。犬かな。
なんか私昨日のチェキ2003年って書いてた方が何人かいらっしゃったみたいで、本当にごめんなさい、マジで記憶にない。だってまあ喋りながら書いてるからさ、なんかどうしても私2つのことを1つにできないんですよ。2つのことを一気にできないタイプなんですよ。本当申し訳ないんですけど、2つのことを一気にできなくって、だから話しながら書いてるから、多分なんかいつかなんかなんかいつかなんかもっと変な間違いしちゃいそうで怖い。だってなんか変な、本当にね、わかんない、なんか2つのことを一気にしてると全然思ってもないようなことを口から出ちゃったりするの。例えば何かしながら話してたとしたら、なんだろう、なんでもいいけど、なんかなんだろうちょっと思いつかないけど、何かしながら口でなんか喋ってたりすると、全然そんなこと考えたこともないのに、なんかよくわからないなんか言葉を発してしまったりとかしちゃうんですごめんなさいね、昨日2003年、私が生まれた年っす昨日2003年って書いている方が何だか多くて、私が生まれた年でした。はい、多分まあ自分の中では2023年と書いているんだけど、多分丸が一つ多くなっちゃってたみたいです。はい、すいませんでした本当に。まあそれが私ということで、多めに見ていただけたらなと思います。俺も20年前でした。すいません、ほんとすいません。何なんだ、間違えました間違えちゃいました。こんばんは。なんだか今日めっちゃ落ち着かない。嘘、どういうこと、落ち着かない、全くなんだけど全くそんなことないんだけど、巻き髪かわいい、ありがとうございます、嬉しい そわそわしてる、え、全然なんだけど、どういうこと、嘘、なんだろう、顔が漏れてないからたくさん鏡見てるからかななんか今日顔漏れてないなと思ってめっちゃこうやって鏡見てるからですか、うん、今日こっちの鏡めっちゃ見てる、こうやって頻繁に。なんでかというと、なんか今日の顔がとても漏れてないっていうお話です。なんか今日のメイク違うんだよな、なんか目がむくんでる、それだ、なんか今日むくんでるんだわ、なんかそう、なんかだからリップ足りないかなって思って今リップを探していたところ、なんか今日の顔違うんだよな、なんかむくんでる、なんかみたいな、いけるみたいな顔してる。ピンクモンモンさん、バラありがとうございます寝起きじゃないですね、まあ今日はたくさん寝たんですけど寝起きではないです。確かに寝すぎたのはあるかもね。花粉症、めっちゃ花粉症、めっちゃ花粉症、もうやばい、さっき
さっき皿洗いしてたんですよ。そしたら皿洗いってほら手濡れてる泡だらけだからさ、その皿洗いしてる間はさどこも触れないじゃないですか。でも鼻水が花粉症で鼻水が垂れてきちゃってめっちゃ噛みたくって、鼻をめっちゃ鼻噛みたくて、もうどうしようどうしよう、もうずっとツーってこうゆっくり垂れてきてるわけですよでもどうしようと思って、でも皿を洗い終わるまでは絶対に噛めない、途中で噛むのもやだ、途中でわざわざ手洗って一回その場をその場を立ち去って、わざわざ鼻を噛んでもう一度皿を洗うっていう、それは嫌だ、一回ちゃんと終わらせてからにしたいと思ってめっちゃギリギリだったあと1分遅かったら多分もう垂れてたでもめっちゃ急いで皿洗いして終わって、ダッシュでティッシュ取りって噛んだうん、私も目むくんでるけど花粉症のせいだと思った。あーそれあるか、だからなんか変な、なんか今日めっちゃ目チンチクリンだなと思ってさ、今日めっちゃ目チンチクリンだからさ、なんかくしゃみでそうめっちゃ目がさチンチクリンだから、だからなんか落ち着きないのかも、なんかこっちの鏡見ちゃう、こっちの鏡なんか何回も見て何が足りないんだろうって思ってる。何を言おうと、彦ちゃんはいつでも可愛い、ありがとうございますありがとうございます。目がチンチクリンだよ、目がチンチクリン。お化けやんお化けやん。可愛いけどな、確かに何いつもと違う。嘘、やだ、何が違う、よろしくないですか、なんだろう、何か、なんか原因を教えて、なんか改善できることがあるかもしれない、メイクでどうにか隠せるかもしれない。唇をもっとぷっくりさせるとか何やそれって感じ、ここに影描くとマジで唇ぷっくり、すごいよなメイクって。なんだろう、なんかいつもと顔違うよね、なんか薄い、まあいっか別に何でもないしね、もう夜だし
何をこんなになんか もういいです、何でも。とりあえずちょっとここら辺オレンジにしとこう。まあ気分が変わるじゃん、やっぱりあの画面のさ感じで。アンドゥさん好きギフトありがとうございます。まあでもね、可愛いに変わりないからも問題。ありがとう。くしゃみでそう、さっきから。今日の配信はもう少しで終わりにしたいと思います。もう9時になっちゃったよね、わかる、1時間あっという間。今日本当はもっと配信したかったんですけどね、あの私想像以上に眠っちゃってたみたいで想像以上に睡眠をかましてまして今日。そう、想像以上に睡眠をかましていて、そうやばい、そう明日の練習もしないと、長風呂も浸からないと。頑張ろう明日の練習。うんうん、こんばんは、ゆっくり寝れてよかった、ありがとう。みんなも、まあみんなお仕事忙しいよね、みんなも寝てほしい本当に。はい、ということでじゃあここら辺で終わりにしようかなと思います。今日は寝てほしかったからありがとう。筋トレもあるし、筋トレ頑張ります。明日お昼前開始だから意外と早い。そうなんだよね、明日結構早めなので、またよろしくお願いします。明日も、はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ランキングを見たいと思います。13位ジェビさんありがとうございます。12位ツルさんありがとうございます。11位 ARK さんありがとうございます。10位サンちゃんだよさんありがとうございます。9位ガイコツさんありがとうございます。8位マシオさんありがとうございます。7位ウッチーさんありがとうございます。6位フロマージュさんありがとうございます。5位ヤッキーさんありがとうございます。4位アンドゥさんありがとうございます。3位ユータさんありがとうございます。2位ピンクモンモンさんありがとうございます。第1位ケンワンさんありがとうございます。はい、ということでありがとう皆さん、本当に本当に改めて、総選挙ありがとうございます。もう私たちが1位です。もう実質1位だよ、みんな本当ありがとうね、頑張ります、これからもっと大きくなれるように。ありがとうございました皆さん、また明日、ありがとうございました、バイバーイ。そうですね、明日朝配信、朝っていうかまあ早朝ではないかもなんだけど配信したいと思います。また連絡します。ありがとうございました、バイバーイ。